お前は、お前だけは、必ず俺の手で倒す。あんたは、デリオラじゃねえ。俺の、親父だろ。じゃあせめて、腰に手を回してドキドキ、だけでもやってみるか。黙れ、ザコ。払え、スペルエラー。ガキが誰に向かって口聞いてんだ。ああ分かってないようだから教えてやる。俺がよろず屋の坂田金時です。どうぞおかけになってください。お客さん、自己紹介の必要はなさそうだ。もっともその二つ名は僕にはまだ重すぎる。僕の魅力がどれだけ彼の助けになるかわからないが、もしも強行手段に出るというなら騎士として抗わせてもらうよ。それに君、ミドルブロッカーならもう少しブロックの練習した方がいいんじゃない？っていうかなんだよ、妹と恋しよ、死ねーよ。よりにもよって俺に何を求めてるんだっつーの。しかも R18 ってエロゲーじゃねえか、ちくしょう。つうことで着替えました。今日一日俺を種島さんだと思ってくださいね。吉村さんがお前に目をかける理由が分かった気がする。俺もお前がこれから先何を成していくのか見たくなった。帰ってこい、ケン。自分は今井京介と申します。今日はよろしくお願いします。よう、無事か、メガネ君。貴様の精神世界に貴様の残白刀の住処があるように、私にもかつて住処があった。大間修華。あれと一緒にいた女はどうした？よし、いたぞ。予言通りだ。日本を壊滅させた百夜実験場の被験体の一人が現れた。だがこの大会、今までの事故が全てお前の仕業というわけでもあるまい。童顔だし母性本能をくすぐるタイプだ。我が子一のベビーフェイス、ベビー篠原だ。青月、お前強えんだな。俺はビビっちまって情けねえ。あいつのそばにいてやらなきゃならなかったのは俺なのに。俺がお前に勝てないなんてことは俺が一番よく分かってるんだよ。俺はもっと熱い炎を覚えてる。アイスグリンガー。お前は、お前だけは、必ず俺の手で倒す。あんたは、デリオラじゃねえ。俺の、親父だろ。じゃあせめて、腰に手を回してドキドキ、だけでもやってみるか。黙れ、ザコ。払え、スペルエラー。ガキが誰に向かって口聞いてんだ。ああ分かってないようだから教えてやる。俺がよろず屋の坂田金時です。どうぞおかけになってください。お客さん、自己紹介の必要はなさそうだ。もっともその二つ名は僕にはまだ重すぎる。僕の魅力がどれだけ彼の助けになるかわからないが、もしも強行手段に出るというなら騎士として抗わせてもらうよ。それに君、ミドルブロッカーなら